こういう焦げ目をね、ちょっとつけたいんですよ。これをつけるとね、もう非常にこのじゃがいもって何倍も美味しくなります。これが最高に美味しいジャーマンポテト。はい。ちょー、料理料理さん、リュウジです。ということで、プロン着替えたわ。リュウジの生着替えタイム。エプロンとかまあいらないんだけどな、本当は。だって家で作るときみんなエプロンしてる？してないでしょ。エプロンつけてたらなんか料理うまそうに見えるでしょ、これ。こんなグダグダで始まりましたけど、今日作るのはですね、ジャーマンポテトです。至高のジャーマンポテトっていうのがもう何百万再生されてるレシピがあるんですけども、あれめちゃくちゃうまいぞ、あのジャーマンポテトなんですけど、今回のジャーマンポテトは味付け全然違うジャーマンポテトなんですよ。浅草にあの神谷バーってあるの知ってますか？浅草の神谷バーで売られてるジャーマンポテトってソース味なんですよね。だから私今回ソース味の大変美味しいジャーマンポテト、新ジャーマンポテトでございます。はい、私がやるのは今回ソースで味付ける、甘いこうタレがね、じゃがいもの絡まってめちゃくちゃうまいんですよ。ソースを使った最高に美味しい酒に合うジャーマンポテトを作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料紹介いきます。まずじゃがいもでございます。皮付きで 300g 弱ぐらい、ね、290g ぐらいのやつかな。これ皮むけば 250g ぐらいになるんで、皮むいた状態で 250g ぐらいっていう風に覚えておいてください。で、玉ねぎ、これなんかちょっとちっちゃい小ぶりの玉ねぎだったんで、半分これ使っちゃいます。 70g ぐらいかな、 70g ぐらいの、玉ねぎです。大きめの玉ねぎだったり4分の1個ぐらいで大丈夫ですね。ニンニクは2つ。ソーセージですね。あのベーコンでもいいんですけども、僕今回ちょっとソーセージ使いたくてソーセージを、選んでます。ベーコンでもいいです。今回はね、ソーセージのちょっとこう肉感があった方が僕いいなと思ったんで、あえてソーセージを使ってます。あの安いのでもあの高いのも構いません。はい、そしてバターですね。あとは調味料概要欄に書いてありますので、そちらチェックしてみてください。じゃあ飲みましょうか。ん？飲み。うん、向かい席。いや全然飲まん。飲む。いや全然水でいいんじゃない。体調気使って今日水で行ってみる。でもみんなに心配されるからね。たまには水で行ってみる。たまには一切飲まないでナチュラル入ってどこまで行けるかやってみようか。低評価が多かったらやめよう。今日はシラフでやります。水です。じゃあやっていこうか。はい、はい、じゃあやっていきたいと思います。まずね、じゃがいもね、これちょっとあの下処理が入るんで、最初にじゃがいもからやっていきます。じゃがいもね、まあ、こうピーラーで剥いていきましょう。至高のジャーマンポテトの時はね、ちょっとつけたんだよね、確か。今回はちょっと皮は取っていきたいと思います。はい、皮ってやっぱそんなに味がつかないんで、皮剥くと、ソースの絡みが良くなるんですよね。今回はちょっとあの剥きます。皮付きが好きっていう方は全然皮付きで大丈夫です。はい、新じゃがとかはね、皮付きでも全然美味しいんで、皮が緑になったじゃがいもは食べないでください、皆さんね。今回はちょっと全部剥いていきます。はい、まあ剥くのも料理ですし、剥かないのも料理なんですけども、まあまあどっちもね、選択肢が広がるっていうのはいいことなんで、よいしょ、まあ半分に切って、まあこんな感じでね、まあ乱切りにしていきます。乱切り、まあ、半分にして、まあ、大体ね、4等分の乱切りぐらいな感じにすればいいかな。一回レンチンします。一回ね、レンチンして中まで火を通していく。これをやっておくと下茹でする必要がないのですっごい楽です。レンチンした方が味がね乗るんですよ。4分チンで、4分チンしてる間に他の材料を切っていきます。玉ねぎは、スライスで、ちょっと、厚さがあった方がいいんで、1センチぐらいの、こうスライスにしてください。具材感が出ますんでね。はい、芯の部分はね、繊維がすごくあるんですよ、ニンニクの芯って。で、これを炒めちゃうと結構ね焦げやすくなっちゃったりするんで、僕はいつも取ってます。もうそんな関係ねえよみたいな感じの人は入れてもいいんですけど、僕はいつも取っちゃう。こんな感じでサク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 と、はい、粗みじんのね、粗みじんじんにします。ソーセージはこんな感じで薄切りにね、斜めに切ってくださいね。あの斜めに切るとね、あのこうやって断面が広くなるでしょ。こっからね、旨味成分が結構出てくるんですよ。だから切り方もね、意外と重要だったりする。ニンニクもね、これ粗みじんにしてますけども、スライスにするより粗みじんにした方がニンニクの香り出やすいんですよ。
ニンニクは細かくすれば細かくするほどニンニクの香りが出るっていうね。だから逆にあんまりニンニクの匂いを強くさせたくないなっていう場合は、あの潰したまんまで使えばいいんです。切り方でもね、意外とね、あの料理って変わってくるんで、材料を切るのは終わりですね。あのラップ開けるときはね、あの奥側からやると蒸気があの当たんないんで、いいっすよ。4分するとあのもう全部ね、あのホクッとなってます。これ、はい、ここから炒めの作業に入っていきます。まずね、ラード、あのラードなければサラダ油でいいです。大さじ半分ぐらいサラダ油ですけど、小さじ2のぐらいかな。でラードね、これぐらい、まあ、4-5センチ、ラードを使うことによって、コクが生まれてくるんですよ、ね、サラダ油でも全然美味しいです。で、至高のジャーマンポテトとこっちどっちがうまいかって言われたら、これ分かれると思います。こっちがうまいっていう人もいっぱいいると思います。おじゃがを入れていきます。じゃがいもをね、あのパリッと、炒めていきます。揚げ焼くというか、香ばしい焦げ目をつけたいんですよね。ここのじゃがいもの最初にまず焼くっていう工程結構大事です。見てください。ちょっとこうフライドポテトじゃないんですけど、ベイクドポテトっぽいようなこういう焦げ目をねちょっとつけたいんですよ。これをつけるとね、もう非常にこのじゃがいもって何倍も美味しくなります。最初にラードで焼くんですよ。この焦げ目つけてください。おいちちょうでちで焦げ目がついたの分かりますか。はい、これね、今ね、あの強めの中火で焼き付けましたよ。焼いてからソーセージまた炒めていきます、はい、ソーセージもね、炒めるとね、ソーセージから旨味成分とあと油が出てくるんで、これがねポテトに絡まって非常に美味しい。どれぐらい炒めるかって言ったら、玉ねぎがねちょっとしんなりしたぐらい、あのポテトがいい色してますね。これ玉ねぎ切ったところのちょっと角がね丸っこくなってくるんですよ。でちょっと透き通ってくる。そしたらちょっとこれ寄せていただいて、バターをバターっと入れます。ニンニクね、おニンニクね、バターと一緒に、なんかガーリックバターを作る。いい香りがするんで水を飲んでいきます。よっしゃ。でこいつを全体絡める。まずウスターソースですね。これがね味の要でございます。これを大さじ1半、大さじ1と半分、はいはい、醤油が小さじ2杯、うまみと塩辛さ、こいつとね加えていきます。はい、小さじ2杯、甘みつけで、砂糖小さじで3分の2入れてください。そして味の素、1、2、3、4振りです。でこれ絡める黒胡椒です。粗挽きの黒胡椒ね、まあ思ってる、3倍入れて大丈夫です。はい、絡めて味の素なんで入れたかっていうと、味の素を入れることによって醤油とソースの角が取れるんですよ。ちょっとまろやかになる。そしてここに極めつけ、カレー粉全部入れちゃうとカレー味になっちゃうんですけども、小さじ1/4ね、ほんと少しだけ入れることによって、このウスターのね香りが際立つんですよ。カレー粉入れてください。ほんの少しだけでいいんです。これ入れるとね、もう味断地です。これが最高に美味しいジャーマンポテト。はい、盛り付けいきましょう。盛り付けちゃっていいともいいとも。最近ね、俺一人芝居がさ多くなっちゃったからさ、でここにパセリです。パセリをやって、で、まあ、あればでいいんですけど、ちょっとね、あのもう味変でね、味変見越してマヨネーズを少し絞ってあげる。至高のジャーマンポテト、美味しいかもしれない。新ジャーマンポテト完成でございます。それではできました。食べていただきたい、いただきます。やっぱね、ジャーマンポテトハイボールでしょ、これ。至高のジャーマンポテトはビールだったんだけど、これね、あのハイボールいけますよ、これ。ハイボール、私の好きな言葉です。いただきます。香りがやばいんだよね、これ。じゃあ玉ねぎとベーコンとじゃがいもいただきます。うまっ。うわやっば、とんでもないものを生み出してしまったかもしれない。もしかしたら至高のジャーマンポテト超えてるかもしれない。絡まったこのタレが最高にうまいんですよ。ソーセージの旨味と玉ねぎのちょっとシャキッとした甘みも全部調和してる。最後に少しだけ入れたカレー粉、カレー味として作用してるんじゃなくて、ちゃんとスパイスとして機能してるんですよ。だからハイボールがグイグイ進んでしまう。たまらん。ちょっとマヨネーズもちょっといきましょうか。背徳ですね、これは。海の味がする。マヨネーズのコクもめちゃくちゃ合いますね。ビアガーデンで出してほしいね、これね。あ、いいですか、このね、あの、いや、いいですか。
ジャバスコ行くと辛みと酸味が出されてすごくバランスがいいですね。ああ最高。じゃあ酒飲みたい人乾杯。バイ。昨日の酒残ってんの？残ってるでしょ。深酔い、私の嫌いな言葉です。いただきます。うまっ。甘め。至高のジャーマンポテトがコンソメとガーリックバターの味だったんだけど、今回はがっつりソース味なんですよ。先進むね、ほんと。そう、これで酒治ったでしょ。うん、これは治って気になってるよ。酒とともに酒、はい、タバスコいっちゃった。タバスコ、うん、タバスコ、いいよ。だってこれ酒なしじゃ無理じゃない。うまい。あビアガーデンリュウジ開催しよう。マヨネーズも完璧な。ホクホクのもうソースで、ちょっと甘めだけど、しっかり、ホクホクの北斗晶。ダメかな、もう伝えられない。とにかくうまいってことっす。みんな、もう俺と一緒にね、握手。後楽園遊園地で僕と握手。なぜ人は罪を重ねていくのか。なぜ人は酒を飲むのか、明日も仕事なのになぜ人は酒を飲むんでしょうか。その謎を解くために私たちは、アルコールの奥地まで足を進めたのであった。自分らの恥をそんな出すな。いいんだ、俺は。言わなきゃバレない。まあ、YouTuber なんてもうさらしてったらいいんじゃない。いやまあ、自分をさらすのはいいんだけど、まあ、飲んだのは俺らにしたから。リュウジチャンネル、リュウジ、リュウジさらします。僕らの地帯はリュウジの休館日で見れるんで。まあそうね、まあ、40% くらい見れる。見れますね。だからこういう会話シーンと試食シーンが好きな人はリュウジの休館日見てください。はい。